洗濯物干したら汗をかいちゃいました、こんにちは、上野ありさです。今からゲットレディを撮っていきます。今顔に日焼け止めだけ塗った状態でお化粧していきます。今マイルズが今からパリ出張に行くので後ろでちょっとパッキングをしてるんですが、お構いなくということでやっていきます。ファンデ何にしようかな。超久々にこれ使おうかな。あ、もう分離しちゃってる。トム・フォードのファンデーションです。トレースレスソフトマットファンデーションの 2.5 番です。久々に使うファンデは1回私いつもティッシュに出してみて、で私も言うてあさってから韓国なのでパッキングをしなければなりません。ソフトマットとかをさ、やっぱこの今ダルバのトーンアップを下に仕込んでるんだけど、ソフトマットとかでもあのトーンアップを下に仕込むとすごいなんつうのわざとらしくない綺麗なツヤが出るので、もう最近本当にねちょっと仕事が落ち着いていて、まあ YouTube とか撮らなきゃいけない動画はあるんだけど、イベントが落ち着いてるんだね最近。しかも打ち合わせ1本だけなのでお家でちょっとお仕事してっていう感じの1日でございます。ほらこんな感じでソフトマットなんだけど、ダルバのこれを下地に仕込んでるからちょっとツヤがいい感じに出てます。コンシーラーはしません。本日私そうロードでさ、昨日なんかスプリンクルっていうあのロードのヘイリーのねブランドのロードのチークのチークは全部買ってあるんだけど、アメリカのお家に送ってるからまだ全然アメリカ行ってなくて取りに行けないんだけど、あのニューヨークでポップアップをやった時の限定色がウェブで販売されて、昨日夜中1時にこうやってはって買って、なので早くね欲しいんだよね。マイルズの弟がそろそろ日本に一回帰ってくるそうなので、それを楽しみにしています。私はシェーディングちょっとやっとくか。ほんわりほんわり先にシェーディングをやります。ロム&のパウダーにします。これはねボビーのブラシ。宮古でさほぼほぼ化粧しなくて、ほんとちょっとファンデとチークとみたいな。海入るからね、ほんとに顔の日焼けさえ防止できればもう何だっていいやっていう。だってどうせサングラスかけちゃうので、今年もねもう一回ぐらい宮古行きたいんだよね。それほんとに宮古島が大好きで。パウダーはじゃあ今日はジバンシーの00番新色の方を使います。基本的にもうパウダーはブラシでつけます。ブラシはねレアビューティー、ナルカのチーク、これはポピーナルナリポピーナルコーラル系のねチークなんですけど、あなんかすごいことになってるブラシが多分このポーチの中で終わっちゃったんだね。ブラシはアワーグラスです。そうなんか最近さ日本のドラマ月9をさ海の始まりをあさみちゃんにおすすめされて見てるっていう話はみんなに確かしたんだけど、めっちゃヘビー日本のドラマを最近見てるか。七夕の国はちょっとマジよくわかんなさすぎてむずすぎ。1週間後に最終話が放送なの。果たして私は最終話を見て理解ができるのでしょうか。あと地面師たちも見終わって1日ぐらいで見ちゃった。地面師あれもなんか暗いよね。日本のドラマって暗くない？それがやっぱ日本の美と美なのなんかダークな感じが多いイメージなんだけど、なんか多分私が日本のドラマも全然好きだし見るんだけど、そういうなんかダークものがあんまり日本だと特にあんまりちょっと好きじゃないんだけど、その理由がねあるの。ちゃんとリアルだからなんだよね。なんかえこんなことが起きてるかもしれないのみたいな、ちょっと変にリアルになっちゃって怖くなっちゃって。これはピンクガズムです。シャロット・ティルブリー。海外とかだとさなんかもう非現実的すぎるっていうか、だからなんかエンタメとして見れるんだけど、
久々にさ、シャーロット・チルベリーのピンクガズムつけたらめっちゃやっぱ発色が良くて濃いです。まあいいわ、そのうち馴染むから。あ、濃いっていうのはもうやめました。馴染むので。まあそうなんだっけ、そうだからリアルすぎてなんか夜とか怖くなっちゃうんだよね。意味わかる人いるかな、この意味。そろそろ動画撮るか、ここの片付けすごいよ今。でも何がどこにあるかわかるの私。フィグの時もそうだった。会社勤めしてる時もデスクがいつも汚くて、まあ、たま半年に1回ぐらいね片付けるのよ。で綺麗になってまた汚して、汚すっていうかまた散らかってけど、全て何がどこにあるかを、なんか記憶力がいいんじゃない、もしかして目で絵で覚える、覚えてるんじゃない。でシューのアイスカルプト 3D コントアベージュというアイシャドウを使います。韓国久々なんだけど超楽しみ。ケミオくんとあの案件のねお仕事で行くのであれなんですけど、ケミオくんとも一緒なので、ケミオくんと最近めっちゃ一緒にいるな。ミヤコも一緒だったし韓国も一緒だし嬉しい。なんかさ、ケミオくんのさイビサの動画みんな見た？私が超酔っ払ってて、もうなんかさ一回さちょっとさ、いやこれカットしてもらわなきゃかなみたいな、けど人の友達の動画に出てここカットしてちょっと言いづらくて、なんかってぐらいマジで私が酔っ払ってて、自分のこの話したっけ、自分のチャンネルで酔っ払おうがどんな失態を犯そうがいいんだけど、ケミオくんのチャンネルで後ろのチャンネルで酔っ払ってさウェーとかやってさ、なんかマジでごめんなさいと思って、ケミオくんの視聴者の皆さん。でもケミオくんがなんか普通にそれをさ流してるだけだとさ、マジクソ野郎なんだけど、ケミオくんがなんかアリサさん最高みたいなそういうフォローの言葉を入れてくれるから、どうにかまとまったんだけど、マジで楽しかったなっていう思い出ですね。シューのこのマスカラ大好き。こっちとこっち両方に細かいところも使えるし、とっても好きです。なんかさ、まあ、暑すぎてさみんなさ大丈夫？なんか私さ車移動だからさ基本なんかクーラーがあるし、外であんまり歩いたりしないから命の危険感じることないんだけど、この間 TWICE のライブ行った時とかさ、もうなんか、まあ、TWICE のライブは暑すぎてやばかったんだけど、普通にちょっとでもなんかコーヒー買いに外とか出るとさ、やっぱなんか命の危険を感じる暑さしてるじゃん。だから本当みんな気をつけてねと思って。だから荷物増えちゃうよね。だって飲み物も持ち歩くでしょ、で扇風機持ち歩くでしょ、日傘持ち歩くでしょ。普通になんかちっちゃいバッグとかじゃもう昼間は出かけられないよねって感じだよ。でなんかタクシーとかもマジ捕まんないんだって。でタクシー待ってる間にも汗でドロドロじゃん。私はさほら免許取ったのが29なのね。だから2019年に撮ったのは超最近、新人ドライバーなわけだけど、マジでコロナ前のあの時期に免許、ふと思い立って免許を取ったんだけど、そういえばみたいな。で私はなんか18歳の時にね高校卒業してすぐ免許を取る予定で、で親がそのために取っといてくれてたお金みたいなのがあったんだけど、それを大学生みたいな、高校生だったか大学生だったか使っちゃったの。なんか30万でこれで教師所行きなさいみたいな、クソギャルだったわけですよ。で自分でお金貯めて取りなさいじゃってなって、そしたら気づいたら30手前になってて、いや20代のうちに免許取っときたいなみたいな、ふとなんか思い立って、で通ったらその次の年にさコロナが流行って、でも車を買った後だったし、その29だったからその車をね自分で買える経済力もその時私はあったから、ペーパーになりたくなかったから免許取って、もとりあえず車を買わないと、てか車を運転しないと絶対ペーパーになっちゃうと思って、ただでさえ運転怖いから、だから車買って、それでコロナ禍とかもあの電車とか乗らずにその車移動できたから、マジで車と免許を取って本当に良かったなと思ったんだけど、リップマキシマイザーの035バーガンディ。マキシマイザーってさめっちゃ発色良くなったんだよね。前はさ結構うるうる系だったんだけど、最近のマキシマイザーはすごく発色がいいとか言って、これちょっと前のマキシマイザーなんだけど、デザイン的に。あとこれも好き、やっぱリップグローオイル、これもディオールなんだけど、これもパープル系。パープル系って意外と使いづらそうに見えるんだけど、すごい肌なじみいいんだよ。
ベリー系のやつ。グラスだけなのにこんなに発色した。そんな感じでまずお化粧完成、またヘアやったり。ゲットレディって何撮るんだっけ。これじゃメイク動画になっちゃうってことだよね。ゲットレディってみんな何してるかちょっと見てみようか。ゲットレディウィズ見てたら葵ちゃんでしょ。とりあえずいいねしとか。あ、今日の来ました、保湿リップ。こうやってやってる。じゃーん、着替えるわけね。アクセつけてリップつけて行ってきますっていう感じですね。はい、 OK。 じゃあ私もちょっとそういうのやろうかしら。とりあえず今から Q&A を取んなきゃいけないの。でもあと、あ、超ギリ間に合うか間に合わないかだな。やってきます。はい、髪の毛はもうだるいので今こんな感じの広がっちゃってるので、ストレートドライヤー使っていきます。うわー、すごくない？これしかもさ、あっためを待たなくていいのが最高なんだよね。あの、待ってる時間が大した時間じゃないんだけど、急いでる時に限ってすごく長く感じるんだよね、あれ。ほら、もうこんなに。で、前髪入れて、こっち向きにして、やるとちょっと癖がつきます。こんな感じ。OK。これで、ちょっとやってますか？が出ます。ツヤ出しのシマのスプレー。これトリートメントなんだけど、ツヤ出し効果が。まあ前髪とかこんなんやってももうね、暑さと湿気で終わるんですけれど。で、結婚指輪はここに置いてあるので、結婚指輪つけて、ロックブレスつけよう。ピアスはシルバーのちっちゃいフープ。はい、ということで、もうね、このタンク、さっきのタンクにまた今日もチラ見せしてます。アオグのブラを、上からシャツを羽織りました。打ち合わせは室内で寒くなるので半袖シャツを羽織ってみました。はい、ということでこんな感じで今日のゲットレディでした。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメント、これ久々に言った。お待ちしてまーす。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。